猿の拳結び猿の拳結びとは、ロープの端の部分に大きな球状のぶを作る結び方。モンキー結び、握り拳結び、ボタン結び、小袋結びとも言う。1889年、EN リトルによって初めて図示された結び目である。猿の拳結びの結び方猿の拳結びは、以下のようにして作る。ロープを何度か巻く。で作った巻きの外側に、 先ほどのきと垂直な方向にロープを何度か巻く。1で作ったきの内部で、2で作ったきの外側にロープを何度か巻く。結び目が球状になるように形を整える。同端をロープの固定単則に、やい結びや、輪つなぎを作って止める。ステップ1.23で何回ロープを巻くかによって、結び目の大きさが変わる。ステップ3でロープを巻く方向は、 ステップ1.2で巻いた方向の両方と垂直になるようにする。発泡スチロールに割り箸を何本か刺し、割り箸に芯を固定して結ぶという方法もある。ボタンに用いられる猿の拳結び結び目の内部に、球状の鉛や小石などの重りを入れておくと、ロープの端の部分を重くするために使うことができる。猿の拳結びを使って、ロープの端の部分を重くしておけば、ロープの片端を、 遠くの方まで投げなければならないとき、より遠くまで飛ばすことができる。猿の拳結びは装飾的な結び目としても用いられ、キーホルダーとしても活用できる。ありがとうございます。